CA さんのワクワクお絵かきタイムということで始まりました。今回はメディア部の LINE スタンプの一つであるレオナルド君の、任せろスタンプを書いていく動画になっております。言ってる間にラフが書き終わって線画に突入しました。私は普段はこのお目目からね、書くのが主流です。お目目大きくてクリクリのね、可愛いミニキャラちゃんをスタンプに書いていきたいと思います。スタンプということで今回はデフォルメのイラストを描くんですが、普段の等身のイラストと違うのは詰め込める情報量に限界があることですね。普段はパーカーキャラのレオくんなんですが、残念ながらこのミニキャラのスタンプですとね、もうパーカーが一つのアイデンティティになっちゃってね、そう、Z フォンとか他の情報が隠れちゃうんですね。だからできる限りこのギャンギャンな色を使ってね、結構分かりやすい配色にしていかないとキャラクターっぽくならないんです。だからこの今配色してますけど、この青とピンクのね、ギャンギャンのコントラストを使って、分かりやすいパキッとした感じのカラーリングに仕上げていこうと思います。普段のイラストだと厚塗りをしてぼやっとした綺麗な感じの雰囲気にすることも多いんですが、今回はラインスタンプなので視認性が悪かったらもうそこでおしまいなんですよ。だから今回はですね、いろんなテクニックを使ってパキッとしたね、パキャーとした分かりやすいイラストに仕上げていけたらなって思いますね。そう言ってる間に影付けが始まりました。今回レオナルド君のねイラストなんですが、彼はすごく血色がいいキャラクターですので、こんな感じでね、明るい感じの健康的な肌の色にしつつ、ただ髪の毛とかお洋服の影とかは結構暗めの色を使ってね、コントラスト強めにしていけたらなって感じですね。普段の塗り方とちょっと違うところはアニメ塗りっていうか、影をつけたレイヤーを複製して上から影を削って境界線を作ることで、この影の境目が分かりやすくなるようにしてます。お目目もね、いろんなレイヤーの種類を重ねることですごく鮮やかなお目目にするんですよ。このレオくんのオットアイです。このオットアイ、綺麗なオットアイをね、綺麗に表現するにはね、こうするのが一番いいんです。と言ってるうちにね、色トレスが始まりました。色トレスって言っても肌の周りとか高くなってるところをふわってやるだけなんですけど、そして光ってるところとかいろんな色味の調整とか加工とかのパートに入りました。ここまで来たらまたラストスパート、一番絵を描きで楽しい時間です。ここでね、ゲーミングなね、スーパーゲーミングなピンクと青のこのハイライトをつけていろいろ加工して、ここからね、任せろの文字列に入っていきます。私はセリフでレタリングをしています。任せろです。任せろスタンプ、ぜひ皆さんたくさん使ってあげてください。メディア部のLINEスタンプ近日公開、完成でーす。